ポートランドのスカイラインポートランドの超高層建築物の一覧はアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市にある超高層建築物を高さ順に並べたものである。現在、ポートランドで最も高い建物は41階建てのウェルズファーゴセンターである。この建物は1972年の完成以来ポートランド一の高さを持つ建築物として存在している。 二番目に高い建物は42階建ての US 版コープタワーである。この建物は外装のグラナイトがピンク色に見えることからビッグピンクの愛称で呼ばれている。一般にポートランドの高層建築士の起こりは1907年に完成したウェルズファーゴセンターだとされる。以来100を超える高層ビルが市内に建てられることとなるが、 その大半は1970年から2000年の30年間に集中している。ポートランドには全米トップ100に入る高さの建物は存在しないが500フィートを超える建築物が3棟ある。全体としてポートランドの高層建築シーンは太平洋岸北西部で第2位、米国西海岸で第5位、米国全体では25位のものとなっている。現在、 ポートランドは高層ビルの建築ラッシュの最中にあるが中でも顕著なサウスウォーターフロント地区ではジョンロスタワーを筆頭に高層マンションやオフィスビルが近年次々と竣工している。同地区のプロジェクトによればウィラメット川の河岸にさらなる数の高層マンションが建設予定である。一方ダウンタウンではパークアベニューウエストタワーという33階建ての高層ビルが 建設予定となっている。ドービルは完成すると、市内で3番目に高い建築物となる見込みである。ポートランドの夜景以下は76メートルを超える、超高層建築物を高さ順に並べた一覧である。ただし、戦闘や建築物の細部は高さに含めるが、空中線柱は含めない。 統合は二つ以上の建築物が同じ高さの時の順位を示すために用いている。以下は、ポートランド市内の建設中、承認済み、計画中の超高層建築物の一覧である。以下は、ポートランドで最も高かった建築物を古い順に列挙したものである。ありがとうございます。